メガネ橋、ドイツ橋は、徳島県鳴門市大麻町、坂東の大麻山にある、大朝彦神社の敷地を流れる坂東谷川に架かる、石橋のアーチ橋である。ドイツ橋とも表記される。徳島県文化財史跡指定、日本百名橋、と、福島88系選定。ドイツ橋一帯は、大麻山形立自然公園となっている。以前は目標であったが、 この地に第一次世界大戦の捕虜として収監されたドイツ人たちによって作られた。ドイツ帝国の咀嚼地であったチンタオにおいて捕虜となったドイツ兵の一部は大朝彦神社の約2キロメートル南にあった万道府虜収容所に収監されていた。当時、大朝彦神社境内はドイツ人捕虜たちの散策に利用されていたが、万道府虜収容所における捕虜への対応が 人道的かつ寛大で有効的である上、地域住民との交流も積極的に行われたことから、彼らが帰国する際に記念として、築造を提案した。1919年4月初旬に着工し、同年6月末に完成した。橋の材料は泉砂岩で、アーチの形式はローマ式の半円形で、馬蹄形の石築アーチ橋となっている。内面で百八十個、 全体で3000個の石が使用されており、その重さは195トンになる。2004年1月30日に徳島県の文化財史跡に指定された。現在は保存のため、橋の上の通行はできなくなっている。神社の境内には、これとは別にドイツ人捕虜が造成した池があり、この池にも捕虜の建造した小さな石造りの二輪アーチ橋がかかっている。 こちらにはメガネ橋という愛称が付けられており、現在も通行は可能である。ありがとうございます。